鹿児島県立統合高等学校は、かつて、鹿児島県薩摩郡統合町大和尾のぶちにあった県立の高等学校。1987年に生徒数の減少により並行した。統合町の西部、川内川支流土井戸川流域の平野部に位置していた高等学校であり、1948年に統合青年学校と統合実践女学校を統合し、 新生の高等学校として発足した。発足と同時に、日脇青年学校の跡地に、日脇教場を設置している。1950年に、日脇教場は、鹿児島県日脇高等学校として独立した。1987年の平行時には、園芸家、活性家が設置されていた。平行時の生徒数は、園芸家十一名、活性家十七名の計十八名であった。 また、部活動では、女子ホッケー部が1975年に行われた、三重国体にて優勝している。閉校後の跡地の一部は2011年現在、鹿児島県農業開発総合センター下樹部、北札文場として利用されている。以下では、学生改革による、新生高等学校に移行した後の学科の変遷について説明する。1948年に、 統合実践女学校及び統合青年学校を統合し、統合青年学校の流れを組む定時制の農業科、統合実践女学校の流れを組む旗りか被服別家が設置された。この時の定員は300名であった。その翌年には旗り本家が廃止され、1954年には被服別家を前期家庭2年生の家庭科として、 設置するに4年制の家庭科が新設され後に廃止される。1955年には、旗売り別かを廃止。1962年には、定時制の農業科を廃止。その代わりとして、定時制の果樹園芸科が設置される。その翌年には、定時制家庭科を廃止。その代わりとして、定時制火星科が設置されたに、権立遺憾が行われるのと同時に、 定時制家庭科の募集が停止され、全日制の家庭科に置き換えられた。1974年には、定時制の家事園芸科が全日制となり、園芸科に加盟を解消。1985年には1987年並行が決定したのに伴い、園芸科、家政科の募集を停止し、1987年に並行した。以下の表は、 統合調教都市の記述より作成、ありがとうございます。